スタートしました8番テイ・エム・ダンシングイスタートを切りました7番のシンフォニア楽な手応えで並んでいきますかわす勢いですあとは3番手のうちにイシスがつけました前から4番手4番のレモンイエロー前から5番手を追走をして鈴鹿グリーン外から9番のモズの軌跡が並んでいきますその後は2馬身差5番のロード・シャリを中断その後は34馬身と開いて3番マイネル・グルマン後方から2投目 2番のテスが最高峰で9頭がこれから第3コーナーのカーブに入ります7番のシンフォニア先頭リードは1馬身ぐらいです8番のテイム・ダンシング2番手を追走600の標識を通過3番手集団から4番のレモンイエローあるいはうちに1番のイシス その後は体半分差、モズの奇跡が追走して前は固まりました直後には1馬身差5番のロードシャリオ400の標識を通過あとは半馬身差6番の鈴鹿グリーン一段の展開で第4コーナーカーブから直線コースに向いてきました7番のシンフォニア先頭でリードは2馬身ぐらい突き放しました追っている1番のイシスあとは3番手、8番のテイエム・ダンシングあとは後方から3番のマイネル・グルマンも追い込んできますが抜けた7番のシンフォニアリード3馬身から4馬身。あとは1番のイシス内から3番のマイネル・グルマン2番テラスイ3頭接戦 7番シンフォニア五輪7番のシンフォニアレビューを鮮やかな勝利で飾っています。